福島県大沼郡金山町にある本名ダムの風景です。本名ダムは阿賀野川水系只見川に建設されたダムです。1952年昭和27年に着工し、1954年昭和29年に完成しました。1950年昭和25年に施行された只見特定地域総合開発計画において、大規模な河川開発により水力発電所とダムを建設して電力供給を行う目的で作られました。なお、本名ダムの上流には滝ダム、下流には和田ダムがあります。本名ダムは東北電力が管理する発電を目的とした重力式コンクリートダムです。重力式コンクリートダムは水圧をダムの重さで支える構造で、横から見ると三角形で構成されていて硬い地盤に作られます。堤高ダムの高さは 51.5メートル、堤長長ダムの長さは 200.0メートル、総貯水量は2577万立方メートルで、上下に開閉するローラーモードが4枚設置されています。また、天場ダム堤体の一番上を車などで通行することが可能で、2022年平成4年1月20日に国道252号本名バイパスが開通するまで、全国でも数少ない天場国道でした。現在、天場は往来可能ですが、旧道の通り抜けはできなくなっています。なお、2022年現在、ダムカードの配布は行われています。ダム下流側に架かる只見線の鉄橋は秘境感が漂います。